日本一を争う第77回全日本総合バドミントン選手権が東京武蔵野の森総合スポーツプラザで12月25日に開幕した大会3日目が行われた27日は各種目の2回戦を実施ここでは注目選手たちのコメントを紹介する全日本総合バドミントン2023混合ダブルストーナメント表随時更新 山下京平、篠谷なる、NTT 東日本、混合ダブルス2回戦、二兵スミヤ杉エ NTT 東日本、221-15、21から9で勝利。山下試合の出だしから自分が崩れてしまって、ミスが多くなってしまいました。でも、そこで篠谷さんがしっかりカバーしてくれたんで、後半からすごく楽にプレーができた。 2ゲーム目も最初から差がついて、余裕が生まれていいプレーができたと思います。負けられないっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり、遠征でこれまで多くの大会を回ってきたんで、それを自信に変えて頑張っていきます。篠谷相手の男子選手は、1年間ぐらいですけど、B 代表でミックスをやっていたので、相手のいないところを見つけて打ってくるし、上手だというのは分かっていました。 それで出だしで崩されたとは思うんですけど、今までやってきたことが自分たちにはあるので、自信を持って動いてプレーしたら大丈夫かなという気持ちで1試合戦い抜きました。途中で山下もすごくいいプレーを出してくれて支えられたのですごい良かったと思います。総合は国内で一番大きい日本一を決める大会、私の中ではすごく大事というか、 このタイトルを取ることがかっこいいなって思える大会だと私は思ってます。緑川大輝斎藤か NTT 東日本アクト最挙。混合ダブルス2回戦、竹内宏樹、内山牧、丸杉、221-15、21から7で勝利。昨日と比べて今日のパフォーマンスはどうだったか。緑川1ゲーム目の序盤は。 先にイレブンを取られてしまいましたがそこは緊張していた部分があったと思いますイレブンの後はすぐにリードできて思うように展開が進んだのかなと思ったので今日も良かったと思います斎藤出だしが悪くてうまく動けない部分が多くそれがミスにつながっていましたでもイレブンの後に追い越してからは自分たちのいいところが出せたんじゃないかなと思います 緑川選手の緊張というのは、緑川竹内先輩は何をやってくるかわかんない感じがやりづらい。そこを警戒していました。途中からしっかり点差を離すことができたので、全体的には良かったです。オリンピックレースの中での戦い、フェアとして手応えなどはあるかがはラリーの組み立てやコンビネーションも良くなっていると思います。 その中でのミスも少し減ってきていると思うので、そういった面が成長している部分だし、これからも伸ばさないといけない部分だと思います。斎藤いつも課題に挙げているレシーブ力は、少しずつでも上がってきているかなと思います。総合の優勝にかける思いについては、斎藤渡辺雄太、東野有沙ペアがいないので、自分たちがきちんと優勝することが一番の目標です。 下上雄一、左、アンド・ホバラ・日立情報通信エンジニアリングヨネックス。混合ダブルス2回戦、江藤雄太神山あゆみ、東海工業七十七銀行、221-14、21対5で勝利。下上今日は大きい展開の中、自分が後ろでパートナーが前で、いい感じで決められていたのでそこが良かった点。もう一点。 昨日と違って、ホバラがネット前をいい感じに触ってくれて、自分も後ろで打つことができました。明日の相手は結構粘ってくる、うまくかわしたりもしてくるので、そこはパートナーにうまく狙ってもらったりとか、自分もしっかり球を作って、攻撃の形をしっかりと取れれば勝てるかなと思います。ホバラ1ゲーム目はミスるのが怖くて、前にいるのに球に触らなくて、 全体的にずっっっととカバーしててもらってることが多かったんですでも1ゲーム目を取ってよしって気持ち的にも楽になって2ゲーム目は自分でも前が触れるようになってきたのでそこは良かったかなって思いますミックスダブルスはただ出ているっていうよりかは選択肢を広げるためにやっていますミックスでもしっかり結果出したいなって思ってるので頑張りたいです